はいどうも、風呂なし、トイレなしアパート、家賃が、いくらなんだろう今ここ9000円、9000のボロアパートに住んでるコバちゃんです。はい、というわけで今日はね、とりあえずコーラ、まあ、食べちゃったんだけどね。はい、この服も多分1週間ぐらい着てますね。はい、今日はねハンバーグ弁当なんだけど、うん、多分ご飯食べるのは1日ぶりかな。確か昨日ね、何も食べずに寝てすっごい体調悪かった。なんかそのうちの友達のなんかその知り合いが弁当屋やってて、でなんかまあこうたまにもらったりとかもあるんだけど、まあ今日こうコンビニで買って食べるのは久々かなって感じ。実はあのデミグラスがね、これだけで米いけるな。だから本当にここ最近はなんかあんまりご飯っていうかそういうの食べてないんですよね。ポテトサラダ、うまい。1週間ぶりね、こないだ1週間ぶりにラーメン食べたんですよ。めちゃめちゃうまかったです。こんなね、ボロ家でもあれだけありがたいっすよ。あ、ちなみに僕どこでシャワー浴びんのとか思う人いると思うんですけど、まあね、シャワーなんか公園の水道水こうペットボトルに移して、でまあこう洗ってますね。こうやってやったら石鹸、こう100円で買った石鹸こう使って、はい。でまあトイレとかもまあ土掘ったりとかでまあいろいろ頑張ってます。ただね、見てこのハンバーグ、これデミグーが溜まってる、うまそう。僕の職業、一応母親から仕送りで生活してます。この前お母さんからなんか20万くらい振り込んできまして、でまあまあそういうのでいろいろ頑張ってやりくりしてます。ただこの前まあ5万円くらいでちょっとパチンコ行ったら、いつだっけな、あれまあ最近だっけな、なんか結構連チャンして投資がね4000円から
5万円くらいな、増えたね。めっちゃ嬉しかった。あんまね、やっちゃダメ、ギャンブルは。まあ俺もね、まあ、お母さんの仕送りばっかでね、なんかしょうがないと思うけど、なんかクズやなと思うかもしんないけど、いや、本当に申し訳ないと思う。まあ、最初は、まあ、この9000円くらいのアパートを借りて、まあ、普通に仕事してたんですよ。けど、なんかそこの職場がすごいブラックで、すごい本当体調不良になって辞めました。で、まあ、今も探してるんですけど、なんか全然見つかんなくて。この前もコンビニとかいろいろと応募したんですけど、なんか頭髪がダメとか、ちょっとあと見た目がとかなんか言われて落ちちゃいました。でね、やっぱね、ほんと仕送りばっかで本当申し訳ないと思う。たまにね、そばとか、結構こうインスタント麺とか、母親からこう仕送りとかあるんだけど、1日で結構バクバク食べちゃうと、なんていうの、もったいないっていうか、本当に難しいから、もう毎日カップ麺とかだと、やっぱもちろん体調不良とかなっちゃうじゃん。麺、なんかこう、ゆでそばとかさ。ただたまにはまあコンビニで野菜とか買って、ドレッシングかけて食べてます。コンビニのドレッシングってすごい安いんですよね。30円とか、青しそとか。はい。昔はお腹いっぱい、好きなだけ食べれたよな。ああ、うまい。おいしい。久しぶりにね、お米を食べた。この間も、なんか、お母ちゃんから、お米、コシヒカリっていうのかな、なんかそれ仕送りできて、炊く機械がないんですよ、お米炊くやつ。だから鍋に、まあ、お水張って、こうやって一から火でコトコトコトで煮てやりました。電気の方も、まあ、ちょっと止められてまして、今ライト、パチってやるライトで今明かり照らしてるんですけど、あ、ちょっと苦しい。久々にこんなに食べたな。明日はこれ食わなくていいかな。だから。はい。というね、まあ、こともあるかもしれません。はい。まあ、もしかすんと、もしもの世界の話です。実際はちゃんとね、電気もつきます。ああ、今もったいない、もったいない。まあそういう世界が来るかもしれない。いつかね、まだ。絶対とは限りません。とても、ハンバーグ弁当、美味しかったです。ごちそうさん。顔なし。
あ、消しちゃった。終わろう。じゃあな。またゲップでしょ。